か。よろしいですか。第42試合目始めます。始め。ネットのロストは大きな手でね、はい、打撃攻撃を加えていくというのが基本ですね。で、小石の方は前後左右に強烈な平手打ちあります。すごいのがね、出ますからね。ここまでずっとそれを使ってて全部勝ってますから。秋原さんはビュッと音が聞こえたって、さあ、お互いにらみ合いですね。にらみ合いの状況。おお、さあ、来た。ダウン、腕を取られた。まあ、ボビスワンナ。あら、はい。いやー、これいいな。いい試合。うん。あ、じゃあ、ハルさんリーチはボビスの方が長いのかな。ダウン、ダウン。掴んで倒された。うわー、ダウンの押し。両者ワンナ。はい。両者ワンナです。一投目か。はい、まあ、やはり迫力ありますよね。ああ、両者倒れた。これは両者並んで倒れたね。ファイト。いや、これね、攻撃手数多いですね。どっちも多いですね。やはり攻撃型ですね。こういう試合になってくると本当ね、見ている人たちも飽きない。おお、カオスカオス。さあ、少しコーナーに追い詰められたあの時間のビスコア、コビスの方は、おお、パンチ打ち、おお、でも倒れない、どっちも投げろ、あ、青、イエロー、横です、はい、横に今の攻撃してましたね、イエローです。真横にから入ってましたからね、はい、今のはイエロー出ちゃうでしょう。真横にいる人間には、人間じゃないロボットには攻撃しちゃいけません。今完全に迷子でした、はいはい、でもね、いい位置に来たら打つって言ってしまうんでしょうね。ただイエロー2枚もらっちゃうと、これはすげえ、2、繰り返します。青にファイト、青に2ダウンです。残り35秒です。猛烈、オビスの首を意味たいの、あれは強烈ですね。先生を最適な写真機がすごい、ドンピシャでしたね。相手のバランスが来た月に、はい、バタバタしましたよね。どう出るか。